今回は金ちゃんの野菜作り第16弾。金ちゃん第14弾で最高のトマト作るって言ってたけど、本当はどうなのよ。ちゃんとできたの？じゃあ言うけどね、みんなが分かるようにグラフにしちゃった。これはトマトの実績です。2021年と2022年を比較しました。2022年は販売日数が遅くなりましたが、追い上げを見せています。昨年6月16日から販売開始、今年は6月23日から遅れて販売を行いました。グラフは売上累計を毎日グラフにしました。7月2日には昨年に追いつき追い越しました。この調子でいくと最終的には昨年比 200% をはるかに超えるものと予測されます。第14弾の動画で最高の生産量を上げると言った金ちゃんの動画が現実のものになるのもうすぐでしょう。今年は2本下手で枝を左右に分けました。バランスよく右も左も成長しています。2本仕立ての場合は肥料の少ないと2本の枝に養分を送る力が弱いので、バランスが崩れる恐れがあるので要注意です。花房も左右の枝とも10段まで花実をつけているので、1本の木から合計20ぐらいの花房をつけている感じです。昨年も今年も200本のトマトを植えて400本の枝を作りましたが、昨年は主枝は良かったのですが、側枝がいまいちだったので、今年は完璧に成功しました。これはフルーツトマト、フルティカです。見事な実をつけています。これは赤いミニトマト、チカです。チカもたくさんの実をつけています。黄色いミニトマト、イエローミミです。下から上までたくさんの実をつけています。それではフルーツトマトの2本仕立ての様子をゆっくりとご覧ください。続いてイエローミニの2本仕立てです。今は花房3段目から6段目ぐらいを収穫しています。1段目から3段目まではもう収穫が終わり、下の葉っぱは全部切り取って処分しています。Thank you.
トマト地下の日本仕立てです。毎日収穫が忙しくなるほどたくさん実をつけています。正直昨年と比べて収穫量はかなり増えています。しかし追肥はしたのですが、天気続きで栄養は上段まで届いていない感じです。そのため上部の木が弱い、上部の実が少なく小粒になりました。来年は追肥の時期や方法を考えないと満足のいくトマトができない感じがしました。数だけじゃない、品質も良くないといいトマトとは言えないでしょう。